です。今回ね、熟年離婚は仕方がないって話をしたいんですけど、50代および60代の男性にとっての、そう、専業主婦へのね評価があまりにも低すぎるっていう話でもあるわけなんですけど、その段階の世代、段階ジュニア世代の人たちの障害収入っていうのはだいたい2億5000万ぐらいって言われてるんですけど、つまり収入こそがステータスっていう人たちにとって、まあ育児と家事しかやらない女性に対していう評価っていうのはあまりにも低くて、お前ら金なんて稼いでねえのゼロだろっていうのね、すっごい上から見下したようなね男性が多い、まあクズな男性が多いんですけど、つまり低いからこそすっごい見下して、じゃあ結局専業主婦って本当にゼロなのかって話をしてしまうのは、そのアンケート上ね、どうしても仕方がないって思うこともあって、そのねアンケートどれぐらいの数取ったかは分かんないんですけど、 10% の人が年収100万ぐらいだろうって言ってて、で 1,2% の人が年収200万以上あるんじゃないかって言ってて、他の人たちが年収ゼロって言ってるんですよ。現代においても本当ね、専業主婦の人たちはね見下しが半端なくって、施設に子供を1人を預けることにかかっている費用っていうのは40万あるんですよ。お母さんたちが払う保険、保育に払った費用は1万8000円、税金で1ヶ月ごとにかかっている子供1人にかかっている費用っていうのは39万8000円で、合計で40万なんですけど、これを月単位の12ヶ月、1年間いくらかかってるかって600万、つまり子供を1人預けることに年間600万かかっちゃってるっていうわけなんですよ。だから昔の専業主婦の人たちっていうのは、それを保育園に預けずに自分のところで育てていたからこそ600万浮いちゃったってことなんですよ。で逆にそれは収入と考えればすごいリアルじゃないですか。年収600万、これは専業主婦の人たちのお給料ですよ、言っとくけど。だけど50代および60代の男性というのは、専業主婦の人たちをお前らお金ない稼いでねえだろって目線でしか見ないんですよ。この価値観は絶対一生が変わりません。もう、ね、だからもう今から離婚騒動になった時のために、そのボイスレコーダーノートなり、あなた自身がどれだけ嫌な思いさせられたか、こういうこと言えたとか、こういうことをする、まあ、殴られたとかね、暴言吐かれたってことを一日一時こまめにノートに書く、ボイスレコーダーで記録するなりしておかないと、まあ、離婚騒動のため不利なので、ぜひ記録をしていってください。それでは。